どうもこんにちは、今回はですね、先日キャンプに行った時にすごくいい商品を紹介してもらいましたのでご紹介したいなと思います。こちらはですね、ハイランダーというメーカーのハンガーラックスクリーンという製品です。でこれをね、押したいポイントはいくつかあるんですが、一番すごいポイントとしてはですね、価格です。今セール中なんですが、今回購入したこの M サイズが3999円で、小さいサイズの S サイズであれば2299円とかなり破格です。でこれはですね、ハンガーラックだけじゃなくてポリコットンのスクリーン、いわゆる人膜ですよね、それもセットでこの価格です。セール中とはいえですね、信じられない価格なんで、今回はこれをね、見ていってみたいなと思います。さあじゃあまずはね、こっちのハンガーラックから開けてみましょう。段ボールに入ってますが、ちゃんと袋付きですね。であとは説明書もあって、まあ説明書いらないでしょうけどね、一応ついてまして、スターターセットなんで、こちらのポリコットンのスクリーンまでついてるということになってます。袋もどうやらポリコットンですね。で、一応これも説明書がついてますね。説明書によるとですね、本体とフックと収納袋がついてると。ちょっと見てみます。まずこれが何と説明すればいいんだろう、こうくるくる回すやつです。で、ああこんな風になってんのか。回す方とこっちが芯の方になるのかな。それが、4個ずつついてて、でフックがね4つついてるんですが、それぞれねこんな感じになってます。わかるでしょうか、先っぽの方がね丸くなってます。両方とも丸くなってて、まあこれはあれでしょうね、刺さったりしないようにってことでしょうね、怪我防止というか、ここはちょっとね、あのポイントが高い気がします。普通のやつでここついてないですもんね。さてとりあえずバンドを外していきますと、このバンドはなくさないようにしないといけないですね。こんな感じで地面に接するものがついているので、これが足になるところですね。こんな感じになってます、4本ありますね。で、この袋に入っているものがですね、真ん中の部分ですね、こういうふうに穴が開いてます。これが、真ん中の部分、真ん中に渡す部分かなになります。ということはこの先っぽにこの部品を取り付けるんでしょうね。とりあえず取り付けてみます。まあ一度取り付けてしまえばですね、外すことはないでしょう、きっと。外した方がいいのかな、まあでも外さなくても大丈夫な気がしますね。で今度はこの穴ですね、この穴にで通したらもう一個のパーツで締めます。もう一つの穴にも同じように通して締めます。これで完成です。これでね、ハンガーラックの部分はできました。次にね、ポリコットンの生地を取り付けていきます。まあ、引っ掛けるだけなんで取り付けはねすごく簡単です。で、真ん中の部分はですね、マジックテープになっているので、こう留めれば OK と。さあとりあえずね、これからペグダウンをしていきます。ペグダウンする箇所としてはですね、まず、ここが1箇所ですよね、1箇所、2箇所、真ん中3箇所、4箇所、5箇所、まあ、まずは真ん中からペグダウンしてみましょう。まあ、この辺でいいかな。さあこれでね、スクリーンができました。まあ、設営方法としてはですね、まずポールを立てます。ポールというかハンガーを組み立てて、
それから、このスクリーンですね、スクリーンをかけて、ペグダウンするというだけなので、普通にね人膜をやるよりもねとっても簡単です。これ一周すると分かるんですが、普通の人膜とね大きく違うところがあります。それ何かっていうとね、ロープがないんですよ。ロープがないから、普通人膜っていうのは結構ね長くロープを張らないといけなかったりするんですけども、ロープがないのでこうやってこのスクリーンの近く歩いてもですね引っかからないんですよ。ロープとかでペグで引っかかるのはしょうがないですけどね。というのが、このハンガースクリーンの、ね、魅力かなと思います。家の外の、ね、目隠しとかにもいいですよね。あまり場所を取らないのでそういった使い方もできそうです。さあそれではですね、付属のフックつけていってみましょう。まあ何をぶら下げるかですが、まあ何でもいいですよね。例えばキッチンペーパー、これもいってみましょうか。マルチグリドル、まあ、通常の人膜とは違ってですね、こんな感じで S 字フックを取り付けることができるので、まあ、これ追加することも当然できます。こんな感じでですね、いろんなものをぶら下げておけるっていうのはすごくポイントが高いなと思います。まあ、ここで焚き火をしても当然いいんですが、まあ、焚き火じゃなくて目隠しとして使いたいという場合もね、かなり使い勝手がいいものだと思います。であとこれ元値がですね、調べてみると多分1万2000円ぐらいするのかな。でそれがセールで今投げ売り価格になってるんですけども、これがね3999円はねやばいと思う。でこの本体の高さなんですが、高さもね十分あるんですよ。110センチだったかな、110センチあるので、僕が立つとこんな感じです。かなりね目隠し、高いのが分かるんじゃないかなと思います。椅子もねちょっと出して座ってみましょうか。椅子を出して座ってみると、こんな感じです。うん、まあ例えばちっちゃい焚き火台だったらここでもいいのかな、もうちょっと離れた方がいいか。まあこんな感じになるんでしょうが、目隠しとしての機能が十分で、これだけ高さがあるので風よけっていうこともねもう十分ですね、実用性がある人膜だなと思います。で安定感もねしっかりあるんで倒れることもないです。でこれ S サイズもありまして、これ M サイズなんですが、 S サイズはねだいぶちっちゃかったです。これぐらいだったのかな、うん、なので、まあ、ちっちゃい焚き火台を使って、その前で焚き火をしたい、目隠しとかはいらないっていう場合であれば、まあ、S サイズでもいいのかもしれないんですが、まあ、S サイズが2499円だったかな、 M サイズが3999円、まあ、1500円ぐらいこっちの方が高いんですが、1500円以上の、ね、価値がこれにはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、できれば2つぐらいあるともう完璧に囲ったりすることができるんじゃないかなと思います。人膜っていうもの自体がね結構いい値段がするんで、これはね本当破格だと思います。多分ねこうやって座ると、普通に見えると思うんですが、まあ、だいぶ、ハンガーのね足元ぐらいに近づくとこんな感じで、きっと見えなくなるんじゃないでしょうか。ちょっと風よけが欲しいんだけど、鉄製のウィンドスクリーンしかないっていうことがね多々あったんで、まあ、これがあれば、これからのねキャンプの仕方、目隠しの仕方だったり、まあ、目隠しはあんましないとしても、焚き火の仕方、風よけの仕方みたいなのもねまた変わってくるのかなと思います。そしてね何回も言うようですけどね、価格がやばい。3999円はね破格ですよ。はい、今度はですね車を寄せてみました。車中泊とかするときにですねキャンプ場で泊まったりすることもあるとは思うんですが、キャンプ場で泊まる場合なんかはですねこんな感じで、外にこういった人膜、そして椅子、テーブルとかねそういったものを置いてこう後部ハッチを開けてですね使うというのもいいかもしれません。まあ、こういった感じでですね、キャンプ以外での使い方っていうのもねできると思いますので、このハイランダーのですねハンガーラックスクリーン、これは買いじゃないかなと思います。ちなみにね、作りもシンプルなだけあって撤収もねすごく簡単です。設営も簡単でしたけどね、撤収はもっと簡単かもしれない。まずペグを抜きます。よいしょ。今度はこのスクリーンの部分ですね、人膜になる部分を外します。まあこれハンガーになるんでハンガー単体で使ってもいいですよね。やっぱこの製品のすごいところはね、この値段で TC っていうのがねすごいですよね。まあくるくる巻いていって折りたたんだらこの収納袋に入れるだけです。
TC の部分はこんな感じ。ナットみたいになっているところを外します。4箇所外したらあとはもうバラすだけですね。よいしょ。最後にポールをまとめて収納袋へ。でこのパーツですね、こういった金具も忘れずに入れておしまいと。まあ、やっぱりスターターパッケージということで2つに分かれてます。本来は別々に売られてたものだと思うんですけども、ということもあって、ちょっとこの袋がね別々になってるというのは難点だと思いますが、言うて安いですからね、全然許容範囲です。この製品をですね気に入った方がいらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。このセールがねいつまで続くのか、在庫がどれぐらいあるかわからないんですが、おそらく在庫がなくなったらもう終わりのセールなんじゃないかなと思います。買うなら今のうちということで、今回はハンガーラックスクリーンをご紹介しました。それでは